3歳的パキトロンの8回目の授業を始めていきます。画面は見えてますでしょうか？いいですか？はい、ありがとうございます。先週は、休みというか、詳細の片付けという形でなかったんですけども、来週も、ちょっと休校になりますので、よろしくお願いします。はい。で、まあ、ちょっと復習しながらやっていこうと思うんですけども、今日はグラフのコアという話をしていきます。それでですね、まあ、これグラフのコアという話。で、ちょっとスケジュールが変わったって話はしたんですけども、まあ、グラフのコアの話をして、で、まあ、それで前半が終わります。で、まあ、来週は休みなんですが、その後によってもちょっと変わって、ですね、頂点改正の話をもう少し詳しくやろうかなってことを思ってたんですけども、ちょっとそれはやめにして、順道経が導く範順序って話を、来週休校にした後の週からやって、まあ、それで2回やって、まあ、年内終わるという形になります。で、年が明けてからは、4回あるいは5回あるんですけども、そこではアルゴリズムの話をしようかなっていうふうに思います。はい。で、まあ、一回アルゴリズムの話をする、回を増やして、まあ、そこでちょっと多数決というか、まあ、マジョリティっていうのがあるんですけども、それを、ご紹介しようと思います。はい。で、今日はですね、そのコアとして現れるグラフ。コアが何だったかっていうことは、復習するんですけども、コアとして現れるグラフの性質を、現れるですね。グラフの性質を調べるということをします。はい。で、じゃあ前回の復習からしていこうと思います。ちょっとすいません。はい。前回の復習からやっていきます。で、前回1回ですね、聞き込みという話、あるいはレトラクションというものを扱ったんですけど、それは何だったかということをやりますね。G と H っていうグラフがあって、グラフと書いたときには、向こうグラフ、有効グラフ、どちらを表しても良いというふうに思いますけども、G と H は同じ種類のグラフだと思ってください。で、R という順道計作動があるんですけども、それがですね、聞き込みである、あるいはレトラクションであるというのは何なのかというと、任意の H の頂点に対して、その H の頂点を移した先は、変わらない。本当ですね。で、今、この例があるんですけども、まあ、H、ここにあるわけです。H っていうのは、この G の部分グラフとしてあるんですけども、これは今、R っていう、順道形で、まあ、移している様子を表していて、まあ、同じ色のところが、同じ色の頂点に移るというふうに思ってください。で、そうしたらですね、この R っていうのは、この H の部分はそのまま変えないということですね。で、G のには、H 以外の頂点もあるんですけども、それは、まあ、この H の中に、まあ、取り込まれていくようなイメージを持ってくださいということになります。だから、ちょっと、別の図書きますけども、今、この H っていうグラフがなんかこんな感じに、まあ、なっていると思うと、この順道傾斜図は、その H の頂点は、その元々あったところにそのまま移すんですけども、他の頂で、その辺もですね、H の辺もその H の中にあったように、そのままこう、現れるんですけども、その H に現れない頂点ですね、この5とか6っていうのは、この H の中に畳み込まれていく、引き込まれていくようなイメージを持ってほしいわけです。で、まあ、どう引き込まれているかっていうと、5がここに来て、6がここに来て、こうですね、こういうような形の点が、あるという感じですね。だから、なんか、気分としては、なんかこの H の部分はそのまんまで、このなんか5がここに、6がここに、なんかこういうふうな形、なんかなんていうんですかね、吸い込まれていく、引き込まれていくようなイメージを持ってください。はい、これが引き込み、レトラクションでした。で、その引き込みによって得られた、まあ、この H っていう部分グラフのことの方をレトラクトと呼んだりしますということでした。はい。で、これは復習ですね。で、このレトラクション、引き込みにはいろんな
性質があって、で、一つ言って、まず言ったのは、H が G の列角とあるときには、その G と H は順動形同士です。だから両方、両向きに矢印があるんですね。片方の向きは、これはもちろん、G から H への、レトラクション、引き込みっていう順動形反射があるから、その片方の矢印、G から H の矢印は得られるんですけども、逆向きの矢印っていうのは、H が G の部分集、分グラフであるっていう関係から、直ちに得られます。ですね。だから、この両向きの矢印が得られるということになるわけです。が、まあ、順動形同値ということですね。はい。で、じゃあ、この G っていうグラフがあったときに、まあ、そのレトラクト全部っていうのをちょっと集めていきましょう。あ、その前にすいません。もう一個あってごめんなさい。引き込みの合成は引き込みです。ですね。今、G と H という K っていうのがあるときに、H は G の部分グラフで、K は H の部分グラフだとします。ね。で、このときに、まあ、R っていう引き込みと S っていう引き込みがあったら、この合成である S丸 R っていうものも、引き込みですと。まあ、G を K に引き込んでという感じになるということですね。あ、引き込みの合成は引き込みになります。だからまあ別の言い方をすると、K は H のレトラクトで、H は G のレトラクトなんですけども、その時 K は G のレトラクトですということになるということですね。あ、レトラクトのレトラクトはレトラクト。まあ、何を言ってるんでしょう、ということないかもしれませんけども、これ正しいということです。で、まあ、証明は前回行ったということですね。ここまでいいでしょうか。はい。ありがとうございます。で、ですね。これは証明したことなんですけども、それで、これですね。この、レトラクト全体をこう、書いてみました。今、これ、頂点数6の経路ですけども、そのレトラクト全部書いてみたということになります。で、そうするとですね、これ、部分グラフですから、レトラクトっていうのは、その方眼関係で、まあ、半順調が作れるわけです。いいですか？大丈夫ですか？何かありますか？見えてます？大丈夫ですよね？はい。はい。それで、引き込みがあってで、まあ、小さな方のグラフですね。もうこれ以上、引き込みできませんよっていうグラフのことを、この元々のグラフのコアと言いました。で、それがこれですね、定義ですね。G のコアとは、G の極小なレトラクト。だから、どんどんその、レトラクトもレトラクトはレトラクトなんですけども、その小さなものを作っていくと、一番小さなものが出てきて。で、これらが、まあ、コアなんですけども、重要なのは何だったかっていうと、これ一番下に現れるものっていうのは全部同型になるっていうのが、前回最後にコアの一位性という形で紹介したものです。ですね。H0 が G のコアで、H1 が G のコアだったら、H0 と H1 は必ず同型ですよ。ですね。だから、この場合ですね。この例の場合は、C6 っていうグラフのコアを考えてるんですけども、それは一番下にあるもの、やっぱり全部同型なんですね。ここが K2 です。なる。ということになります。ので、C6 のコアは K2 であるというような言い方ができます。ですね。ちょっとすいません。ちょっと調子が悪くてすいません。ちょっと、今鼻を噛んでたんですけど、すいません。それでですね、何だったかというと、そう、だから、そのコアのことをですね、G のコアのことを G で、まあ、黒丸と書く。まあ、これで、まあ、G のコアということにしますけども、まあ、こういう言い方をすると。だから、まあ、この例で言うと、C6 のコアっていうのは、まあ、K2 です。これ、まあ、イコールで書いちゃってますけども、まあ、イコールで書くか、同型と書くかっていうのは、ちょっと、まあ、流儀によるかもしれませんけども、まあ、イコールで書く、書いてしまうことがあるかもしれません。はい。で、これがコアの一位性だ。だから今後、そのコアを表すために、この黒丸っていう、記号を使っていきます。ここまでが復習になります。いいですか？どうでしょう？まあ、この話を使っていくことになります。まあ、これは定義だったわけですね。定義の性質をご紹介しました。で、
このコアっていうのが何なのかってことを、ちょっとまず調べていくんですけども、これは、今の、言葉の使い方は、なんかグラフ G っていうのがあって、そのコアっていうかですね、C6 のコアとか、こういう言い方をしていたんですけども、そうじゃなくて、もうグラフがコアであるっていうような言い方をすることもあります。で、これは何かっていうと、もうそのグラフ自身が、そのグラフのコアであること。だから G と G のコアが、同型であるときには、この G 自体のことをコアというふうに言います。で、この例があって、例といって、ここにちょっと多分図を書くつもりだったんですけど、書かなかったんですね。K2 はコア。K2 ってどういうグラフだったかというと、先ほどのような、この2頂点からだったっていう辺が1個ある。まあ、これが、コアですね。で、これが K2 ですね。で、K2 のコアを考えようと思ったら、K2 のコアっていうのは必ず K2 の部分グラフなので、まあ、部分グラフとしてあり得るものを全部書いてみましょう。で、そうすると、K2 の部分グラフは、K2 そのものか、あるいは K2 の点をなくしたもの。これですね。これか、頂点1個のグラフ。まあ、これだけ。まあ、頂点がないグラフのことをグラフと呼ぶのかっていうことはちょっと議論があるけども、ここでは呼ばないことでしょう。だから、この2つですね。で、まあ、右のものはこれ K1 ですね。で、真ん中のものはこれ、K1 プラス K1。あるいは、まあ、K2 じゃない。K1 プラス K1 と書いたものですね。まあ、これあるいは 2K1 と書いたものですね。ちょっとすいません。ちょっと鼻。すいません。なんか、風邪なのか花粉症なのかわかんない。なんか、でもこの季節に花粉症だったことないと思うので、まあ風邪だと思うんですけど、すいません。ちょっと調子悪くて。それで、私の調子に悪いのはどうでもよくて。ですね。だから、今その、じゃ K2 から、この 2K1 とか K1 に、純度計ありますか？聞き込みありますか？ってことを聞くんですけど、これないんですね。ない。もともと、辺があるグラフから辺がないグラフに、純度計存在し得ませんから、これないわけです。ってことは何かっていうと、K2 から G っていうのに、H の場合かな。H っていうのに、純度計があって、かつ、H が K2 の部分集合であるんだったら、この時には必ず、H っていうのは、K2 と同型でなくてはなりません。ですかね。ってことは何かっていうと、K2 と、K2 のコアは、同型であるということになります。いいですか？わかります？いいですかね。だから、K2 はコアです。まあ、この定義にしたわけですね。ですか。で、これ、この条件を満たすことの、言い方の変え、言い方を変えたものがこれ書いてあります。任意の引き込み、G から G への引き込みっていうのが、必ず高等作動であるということになります。ちょっと待ってください。これは何か、なんか言いたいことと違うことを書いてるな。言いたいことと違うことを書いてる気がするんで、なんでかっていうと、これ引き込みだったら、これ必ず高等作動ですから、これ書きたいことと違うことを書いてる気がして、引き込みじゃなくて、すみません、ここは、純度計ですね。すみません。だから、ちょっと待って、これ、だいぶ間違っていて、純度計写像が同計写像だ。だから、純度計、その自分から自分への純度計写像、つまり自己純度計写像っていうのは、だからこれ、ちょっとこれ、そうかな。このつまりっていう部分は今書き換えたんですけど、これ、後でもう少し、ちゃんと説明するので、その時にもう一回言うんですけども、任意の純度計写像が同型写像になることと、最終的には同値になります。最終的には同値になって、でもこれ同値であることを多分後で証明しないので、ちょっとこれは、ここで書くべきことではなかったかもしれないんですけども、まあ、でもここに書いてあることは正しいです。
もともと書いたのは間違っているというか、意味がないことだったので、ちょっと直さなくちゃいけないんですけども、任意の準動径作像が、なんか任意の G の、自己準動径作像が自己動径作像であるということと、実はこのコアであるということは、等しいです。等しいです。で、それ自身はちゃんと説明したいんですけども、まあ、それと似たことを後で使ったりします。で、その使うときにちょっとそれは説明します。はい、すいません。って形で、これはコアの定義です。すいません。だから、まあ、このつまりだとあんまり見ないで、この定義だけ見てください。はい。で、今からやるのは何かっていうと、どんなグラフがコアなんでしょうかと。どんなグラフがコアであるのかってことを考えていきます。で、特に無効グラフの場合を考えていきます。で、特にですね、この3つですね、完全グラフや奇平路、あるいはクネーザーグラフっていうのは、コアですと。まあ、クネーザーグラフ、2部グラフではないクネーザーグラフですね、はコアであるということを今から調べていきます。で、なんでこんなことをするのか。それが分かると何が良いのかってことを一つ言います。で、次のページ見てみましょう。ですね、無効グラフの話にちょっと限定しますけども、無効グラフがあって G とします。で、その染色数を知りたいっていうことを、まあ、いろんなところで考えていたわけですけども、実は G の染色数っていうのは G のコアの染色数と等しいということになります。で、なんでか。証明、割と簡単ですよ。ここに書いてあります。コアっていうのはそもそも G のレトラクトなので、G と準動径同値です。だから、この両向きに矢印がということになるわけです。そうすると、何が言えるかっていうと、ここに書いてあるように、 G から KN への準動径作動が存在することと、 G のコアから KN への準動径作動が存在することは同値になります。ですよね。この関係があるから。で、そうすると、じゃあ、もともとこの、染色数っていうのはどういうふうに、定義していたかっていうと、G の染色数っていうのは、これ、min のつもりです。何だったかっていうと、min で、n の最小値で、G から kn へ、準動径作用がある。まあ、こういうふうに、定義していたわけです。で、そうすると、この kn への準動径があるかないかってことで、この、染色数定まったってことになるわけですね。で、今や上に書いたのは何かっていうと、この、g から kn へ準動径があるってことと、g のコアから kn への準動径があることは同値だって言ってるんだから、この式のこの中身っていうのは、置き換えられるわけです。g の、コアから kn への準動径。置き換えられるわけです。で、そうすると、この右側の式っていうのは、そのまんま、これは、G のコアの染色数の定義になるわけです。に等しくなるわけですね。ということで、この2つの量は、必ず、等しくなるという結論が得られるということになります。ここまでいいですか？ありがとうございます。で、そうすると、何なのかっていうと、先ほど、の、なんかイメージで言うと、なんか G っていう、もしかしたらこの G ってグラフはすごく大きなグラフなのかもしれないんだけども、そのコアって言ってる、この G 丸、G の黒丸っていうのは、その部分グラフなわけですね。で、部分グラフで、もしかしたらこのグラフすごく小さいかもしれないわけです。だから、何が言いたいかっていうと、G っていうグラフの染色数計算しようかなとかって思うときに、もしかしたらこの G の頂点数がなんか100万とかですね、360万とか、1億とかです。そんなふうにすごく大きいかもしれないです。だけども、それを計算する代わりに、この G のコアっていうのに着目して、G のコアの染色数を計算すれば、そこから、G の染色数も直ちに分かるってことになるわけですね。この上の性質から。で、一方で、G の、このコアっていうのは、G よりも圧倒的に小さい可能性があるわけです。G の頂点数が1億であったとしても、もしかしたら、この G のコアの頂点数30とかね、あるいは4とか、そういうことがあるかもしれないわけです。で、そうすると、その、なんだろうな、染色数、頂点数の大きなグラフの染色数を計算するっていう問題が、頂点数が小さなグラフの染色数を計算するっていう問題に付着されるわけです。で、仮にそのコアが簡単に見つかれば、染色数の計算が簡単になるわけです。いいですか？ってことがあるので、そういう形でこれ使えるわけです。いいですかね。で、今ここではですね、この染色数の話をしたんですけども、同じことは、第4回目の授業とか5回目の授業で扱ったと思う、この、円染色数とか、分数染色数でも成り立ちます。
なので、まあ、そういう形で、色を塗るってことに関わる問題っていうのは、この、まあ、その小さなグラフであるコアに、の話に付着されるわけです。だから、じゃ別の言い方すると、どのようなグラフがそのコアとなり得るのか、っていうことを知ることは割と重要だっていうのは気になってくるわけですね。で、それを今からやりましょうってことになるわけです。で、それの、典型的な例として3つのグラフを考えます。ということになります。いいでしょうか。ありがとうございます。いいですかね。で、その流れで3つやっていくんですけども、そのまずは単純グラフはコアであるって話をします。で、その後に同じような流れで幾平路はコアであるって話をします。で、最後に、ここ難しいんですけども、クネーザーグラフはコアであるって話をして、まあ、気分としては、幾平路のところまでやったら休憩というつもりでおります。あ、幾平路までやって、クネーザーグラフが何であるか定義の復習をしたら休憩します。はい。じゃあ、それの順番で。まず、じゃあ、完全グラフはこうだ。って言いますね。自然数 n、1以上のものに対して、完全グラフ kn がコアであるという性質があります。はい。で、ここに書いてあるのは完全グラフですね。まあ、こういうものだったってことを、まあ、思い出してもらうことですね。で、証明する前に今後も使う課題を1個用意します。で、これが、ちょっと、まあ、本来は前回やっておきたかったんだけども、まあ、時間なかったので、今から紹介するというものになります。で、何か。これはその、まあ、コアの性質というよりは、レトラクトの性質になります。で、何かというと、まあ、今日は向こうグラフの話に限定しているので、これ向こうグラフって書いてますけども、まあ、G と H があります。で、H が G のレトラクトであると仮定しましょう。先ほどのように、この例のように、H は G のレトラクトであるという場合考えます。で、その時には、この、まあ、今、星と書いてますけども、この性質が成り立ちます。で、何かというと、H の頂点を任意に2つ UV と取ってきます。UV 取ってきます。で、その UV が元のグラフの辺であるんだったら、必ず H でも辺になっては取ってきませんよ。ですか？ちなみに、あ、いいですかね。これは、何を言ってるかということですね。で、ちなみに、この逆ですね。UV が H の辺であるならば、UV が G の辺であるっていうのは、これは必ず成り立ちます。H が、H が G の、部分グラフであるならば、この性質は必ず成り立ちます。まあ、必ず成り立つというか、これはその部分グラフの定義ですね。定義そのままです。定義に書いてある条件そのものです。ので、それが成り立つんだけども、ここに書いてあるのは、その逆も成り立つ。逆って、ここの矢印が逆。逆が成り立たなきゃいけない。というふうに言ってるものです。で、この場合は、それ成り立っていると。今、H っていうグラフ持ってきてるんですけども、もともとこの H の2つの頂点を取ってきて、それが元のグラフの辺になってれば、H でも辺になってますよ。だから逆の言い方、別の言い方すると、例えば H として、1、2、3、4とあって、だからこういうグラフ考えましょう。じゃ H プラス。で、そうすると、今これはですね、何が言えるかっていうと、3と4っていう H プライムの頂点を持ってくると、3、4は G の辺であるが、3、4は H プライムの辺ではないってことになります。で、そのことから、直ちに、この上の性質を、信じると、H プライムは G のレトラクトではない。ってことがわかります。いいですかね。だから、この今、3、4が、まあ、欠けてるわけです。欠けてるわけですね。で、このように、また別に言い方すると、今ですね、この H っていうのは、G から1、2、3、4っていう頂点を取ってきて、作ってるんですけども、その取ってきたときには、この G にある、その H の頂点の間にある辺は、すべてこの H に持ってくるようにして、この H っていう部分グラフを作りなさい。っていう制限が、レトラクトにはついてる。ということになるわけです。はい。で、実はですね、この星印、この、下の条件を満たすような G の部分グラフ H のことには名前がついていて、まあ、そういうもののことを、G の誘導部分グラフ、いや、誘導部分グラフと言ったりします。はい。ので、今後そのような言い方をしていきます。つまり、その言葉の遣いを知ると、G のレトラクトは、
G の誘導部分グラフであると言えます。書きましょうかね。G のレトラクトは G の誘導部分グラフである。と言えます。で、今、今日の授業で扱おうとしているコアっていうのは、レトラクトですから、G のコアは、誘導部分グラフです。で、それ、ここですね。グラフのコアは誘導部分グラフであるということになるわけです。いいでしょうか。で、これを今からちょっと、なんで正しいのかってことを証明していこうと思います。はい。で、じゃあ、証明していきますね。まあ、これは、H が G のレトラクトだっていうふうに言ってるんだから、G から H への引き込み、レトラクションがあるわけです。で、それを考えましょう。それを今、R とします。R とします。で、これは今、仮定で、で、証明したのは何かっていうと、H の頂点 UV を任意にとってきて、それが G の辺であるならば、H の辺ですよ、ってことなので、まあ、UV 取ってきますね。UV 取ってきて、この仮定が成り立つ仮定し、仮定が成り立つことを、場合を考えます。それここですね。今こう書いてます。で、その時に結論を導きたいわけです。これ結論ですね。で、最後結論ここに書いてあるんですけども、これ結論をここに導きます。で、その間がどうなっているのかっていうことを今から考えます。で、間の部分が証明の本体です。で、実際にその証明を見ていくんですけども、何なのかというと、今、仮定で取ってきているのは UV という H の頂点で、それが今 G の辺であると仮定します。でそうすると、R は引き込みなんだけども、引き込みっていうのはそもそも順動形なので、この G の辺は H の辺とします。ですね。順動形ですから。RU、RV っていうのは H の辺です。で、今、この R っていうのは、あ、これレトラクションに書いてます。用語や、混在してますけども、レトラクション、つまり引き込みですね。すいません、なんか。つまり、引き込みなので、R で移した先は、それが H の頂点だったら変わらないわけです。で、今、U と V っていうのは H の頂点なので、RU と RV はそもそも U と V と等しいってことが、R が引き込みであるという条件から得られます。ですね。で、そうすると、上のこの RU は U であって、RV は V であるので、UV っていうのは、H の辺ですよっていう結論が得られるということになります。で、これで証明が終わります。よろしいですか？ちょっと早いかな？いいか。ちょっとなんかここなんか図がないからね。よくないですけども、まあ、こんな感じですね。冷静になれば皆さんも証明できると思います。なので、まあ、これで、グラフのコアっていうのは、それは元のグラフの誘導部分グラフでしかないということがわかります。で、じゃあそれを使って完全グラフはコアであるということを証明していきましょう。はい。で、これですね。じゃあ自然数 n を一つ固定します。で、この時に、g が kn のコアであるとしましょう。で、この g が kn と、まあ、同型であるということを今から証明していきます。で、今、g は kn のコアなので、特に kn から g へ順動型などが存在します。ですね。引き込みが存在するわけだから、まあ、その引き込みを持っていければ、それ順動形で存在するとわかります。で、先ほどの、性質で言った通り、これ G は今、KL のコアなので、G は KL の誘導部分グラフになります。ですね。で、そうすると、どういうことが言えるかというと、例えばですね、今、この K7 を見てみましょう。だから、N が7の場合を考えましょう。でそうすると、今、この K7 の誘導部分グラフが G である。ごめんなさい、G は KL の誘導部分グラフである。ってわけですね。じゃあ、誘導部分グラフってことは、その G っていうのは、この K7 の中のいくつかの頂点を持ってきて、その間の辺を全部持ってきたようなグラフになったんですね。これは G。G の候補になるわけです。でそうすると、これは、元々のこのグラフが完全グラフですから、このように作った、G、K7 の誘導部分グラフっていうのも、これも必ず完全グラフになります。この場合、この G の候補として取ってきたものは、これは K4 になるんです。4頂点の完全グラフになるわけです。つまり、G っていうのは、G というか、この KN の誘導部分グラフっていうのは、必ず、この KM って形で書けることになるわけです。で、M は N 以下。ですね。
つまり、ある自然数 M、N 以下の自然数 M が存在して、G ですね。この、KN のコアっていうのは必ず KM と同型になるというのが言えます。ここまでいいですか？今、その KN のコアっていうのを考えているけど、そのコアっていうのは、やっぱりまた完全グラフであるということになるわけです。で、そうすると、第2回の講義で何をやったかっていうと、完全グラフ同士にはどういう場合に順当計算度があって、どういう場合じゃないのかってことを言いました。で、その時のことを書いておけばよかったんですけど、書かなかったので、これ改めて書くと、M が N 以下の時には、KM から KN に順当計算度が存在します。だこの例で言うと、左側のグラフから右側のグラフには順当計算度があります。でも逆はありません。M が N より大きい場合には、KM から KN への順当計算度がありませんというふうに言いました。だからこの、図で言うと、右から左に順当計算度はありませんということですね。ということを、この第2回の講義で扱いました。なので、それを思うと何が言えるかっていうと、M が N よりも小さいときには、KN から KM への順当計算度が存在しませんということになります。ですか？だからちょっとここの、下の書き方と M と N の代償関係が違うから、ちょっと分かりにくいかもしれませんけども、M が N より小さかったら、KN から KM への順当計算度が存在しませんということになります。つまり、今ですね、この右の例で言うと、この K7 っていう全体のグラフから、この G っていう完全グラフ、小さな完全グラフには順当計算度が存在しないわけです。ですか？だから、今この、G と KM は同型だって言ってるので、この時には、つまり、この時には、G から KM に順当計算度が存在するわけです。同型だから。そうするとですね、上のこの、部分と、この下の部分、これ組み合わせると、KN から KM に順当計算度が存在する必要があるわけですね。ってことは、何かっていうと、一方で、この下の時に書いてあるように、M が N より小さかったら、これは存在しないって言ってるわけだから、何にならなくちゃいけないかっていうと、M と N は等しくならないといけない。つまり、M と N が等しくならないといけないっていう結論が得られます。ので、結局、G と KN は同型であるという結論が、この上の式から得られます。いいですね。つまり、KN が、KN のコアであるという結論が得られるということになります。よろしいでしょうか？なんか当たり前のことを証明しているような感じになってますけども、一応これ言っていることは正しいです。いいですか？じゃあですね、今これ完全グラフの話をしたんですけども、次は、奇平路の話をします。で、奇平路はコアである。ですね。自然数 K1 以上の K を持ってきて、C2K プラス1って形で書けるものですね。で、ここではその C3 から C15 まで書きます。これ全部コアです。で、一個一個はコアです。だから、例えば、C13 のコアは C13 ですと。こういうことになるわけですね。で、これなんででしょうかってことを、同じように考えます。証明の流れは完全グラフの場合と同じです。どういうことかっていうと、また、K を固定して、G が C2K プラス1のコアであると仮定します。仮定します。で、そうすると、先ほどと同じように、G は C2K プラス1の誘導部分グラフです。ね。じゃあ、そうすると、じゃあ、例えば今、じゃこの K が5の場合、この C11 を見ることになるわけですけども、じゃこの C11 っていう、グラフの誘導部分グラフとしてあり得るものは何なのかと考えます。で、それは、この C11 そのものであるか、あるいはこの C11 の中の頂点をいくつか、こう、持ってきて、その中で、取れる辺は全部持ってきたものになるわけですね。だから、今これ、1、2、3、4、5、6個の頂点を今選びましたけども、それを選ぶと、どのような、誘導部分グラフが得られるかっていうと、こんな感じになります。この場合ですね。この場合、こんな感じになります。で、注目したのは何かっていうと、このようにして選んできた、この、なんていうんですかね、この C11、あるいは C2K プラス1っていう奇平路の、新誘導部分グラフっていうですかね、新誘導部分グラフっていうのは、これ必ず2分グラフになります。
必ず2分グラフになります。なんでかっていうと、これは、まあ、これ、一個一個バラバラの部分、これ連結成分って言うんですけども、この連結成分が必ず経路を含まないグラフになります。経路を含まないグラフになります。これ経路を含まない。で、経路を含まないグラフは2色で塗れるんですね。必ず。なんでかっていうと、なんだろう。ま、な、なんて言えばいいんだろうな。例えば、この場合は、このグラフっていうのは、K2 に向かって順路計算とか存在するわけですけども、どういうことか、なんでかっていうと、この K2 の頂点1、2とすると、この各ですね、連結成分において、適当な頂点、この端の頂点からスタートして、順番に1、2、1っていうふうに番号をつけていけばいいんです。そうすると、必ず、それが、順道形になるわけですね。順道形を表すと、下のところも1とか、上ど、1でもいいですが、1とする。そうすると、これ必ず、このような値の割り当てというか、この、K2 の頂点への、割り当てが決まって、これが、順道形になっているということがわかります。なんでかっていうと、辺があるところ、必ず、この、色が違う。1、2って番号が違うことになりますから、これでうまく塗れるということになります。で、これ、その経路を含まないってことをどこで使っているかっていうと、経路を含んでいると、こういうふうにその、1、2、1ってこういう進んでいった後で逆戻りする可能性があるわけです。で、そういう逆戻りっていうのはないんですよっていうのを、この経路を含まないっていうところの、条件として使っています。で、経路を含まないので、端からスタートして、1、2、1って順番に塗っていけば必ず塗れますよっていうことが言えるということが、直感的な説明になります。で、何を言ってたというと、もう一度言うと、この C11 の誘導部分グラフを持ってくるんだけども、それが、その、経路自身ではないときには、その G は必ず2分グラフになります。ということになります。ですか？で、一方で、またこの第2回項目参照って書いてあるんですけども、基平路は2分グラフではありませんでした。これはこの第2回の講義でやっていたことです。だからこの C2K プラス1から K2A は、順序同計算と存在しないわけです。で、今、上の2つ、この2つの順序同計算を組み合わせると、ここからは、C2K プラス1から K2A の順序同計算が作れるっていうことになってしまうんだけども、それはここに書いてある関数なわけです。で、おかしいわけですね。で、何がおかしいかっていうと、この仮定がおかしいわけです。G を C2K プラス1と等しくないとしてしまったから、この矛盾が得られてしまうので、このことから、実は G は C2K プラス1と等しいですよ、ということがわかる。あるいは、それ同型であるということが言えるということになります。つまり、G という C2K プラス1のコアは C2K プラス1と同型なので、C2K プラス1はコアであるという結論が得られるということになるわけです。よろしいでしょうか。ここでその、経路を含まないグラフが必ず2分グラフであるということを使ってるんですけども、それは、グラフのことをよくご存知の方は簡単にわかりますし、そうでない方は今言ったような説明で分かってもらえるといいかなと思います。はい。で、基平路はコアであるということがわかりました。はい。で、今日のメインテーマというか、一番難しいところは、このクネーザグラフはコアであるというところになるんですけども、じゃあまずクネーザグラフ何だったかということをちょっと、復習します。これですね、クネーザグラフ。これややこしかったので、もう一回やります。自然数 n と k があって、n は k 以上であるというふうに仮定します。で、この時に、このクネーザグラフっていうのは、下にあるんですけども、これどのようにして作るのかっていうと、頂点集合があります。で、頂点集合はどのようにして作ってるかっていうと、これですね。この集合です。で、この集合の書き方はもう忘れてしまっているので言うと、これは、1、2、点点点、n という集合から、集合の、集合の、要素数 k の部分集合。をすべて集めて、作った集合です。これは集合の集合なんですね。ですか？で、それが、頂点集合で、
で、辺はいつあったかというと、その二つの集合 X と Y の共通部分が空集合であると。だから、共通要素を持たないときに変合を引くという形で作ったものだったというのが、これ、クニーズアルファでした。で、この下の例は、どういう場合の話だったかというと、これは、N が5で、K が2のとき。の、例として書きました。で、この時には、頂点数ですね。だからこの KG、N、あ、N じゃなくて、5、2ですね。これは何になるかっていうと、この、1から N っていう集合から、要素数 K の分集合を全て集めるって言ってるんだから、これは、つまり、5個の要素を持つ集合から2つの要素を取ってくる場合の数になるわけです。これは合中樹になります。合中ですね。という形で、ここには10個の頂点があるということになるわけです。で、例えば、まあ、この1、2っていう集合がありますけども、これはその4、5っていう集合と共通要素を持たないので、変合を引くということになります。で、一方で、例えばこう2、5っていう頂点がありまして、その下に2、4っていう頂点がありますけども、ここは、共通要素2を持ったんですね。だから辺はありませんという形になるという形で作ったのがクネーザグラフでした。これは思い出せましたか？いいですか？で、クネーザグラフにはいろんな性質があったんですけども、まあ、それはちょっとおいおい、復習しながらやっていくということになるんですけども、言いたいのは何かっていうと、これすぐ出るかな？あ、これですね。休憩の後で証明したいのはこれになります。N が 2K プラス1以上のとき。これはですね、そのクネーザグラフを扱ったとき、その分数解釈のところで扱ったんですけども、クネーザグラフが、まあ、興味深いグラフになるのはこのときでしたって話ですね。で、その、条件を満たすときには、このグラフがコアになります。クネーザグラフコアになります。実際この例は、先ほど言った通り、N が5で、K は2ですから、N イコール 2K プラス1っていう式を満たしています。つまり、ここの不等式に満たしているということになります。ので、このグラフ、これコアです。この場合は、KG52 はコアである。ということが言えます。いいですか？って感じになりまして、まあ、それが実は、この条件さえ満たしていれば、どんな N と K を持ってきても、このクネーザグラフコアになります。ということになります。で、そうすると、まあ、先ほどですね、完全グラフ、あ、そうか。ちゃんと言ってなかったから言いたいんですけど、完全グラフっていうのは実は、クネーザグラフの一種です。で、この K が1の場合ですね。それを言ってみますね。完全グラフっていうのは、完全グラフ KN っていうのは、このクネーザグラフの言葉で言うと、N1 と同型です。無視と同型です。で、そうすると、まあ、この性質に立つためには、K1 なので N が3乗でなくちゃいけませんけども、だから、この話、この今からやる証明からも、K3、K4、K5 とかっていうふうな形の、グラフっていうのが、コアであるってことも言えます。言えます。ただ、先ほど言った通り、まあ、完全グラフの場合は、証明が簡単なので、別途、先にやったと思ってください。だから、別に言い方すると、今からやる証明は、その完全グラフ、3頂点以上の完全グラフがコアであるということも言えるという形の内容になっています。だから、まあ、その分ですね、その分というか、その一般的な場合をこの性質では扱うので、証明が難しくなるということになります。で、それはですね、休憩の後でやっていこうと思います。ここまでよろしいでしょうか？はい。ではですね、予定通りの形で進んでいるので、じゃあ、今から休憩したいと思います。じゃあ、3分の休憩をちょっと今準備しますので、その中に、ね、ちょっと休憩の準備を3分ですかね。今から休憩の準備を。はい。今、タイマーが来ましたので、じゃあ、今から3分、じゃあ休憩にしたいと思いますので、休憩の後で、今、タクネーザグラフはコアであるということの証明をやっていきます。
今、チャットの方に、あれですね、最後のコメントを送っていただくフォームを、もうすでに書きました。だから、もし、途中でもなんかコメントあったら、忘れないうちに書いていただいてもいいと思うので、お願いします。まあ、あと、その、終わるときですね、に、またコメント出していってください。はい、よろしくお願いします。で、今からやるのは、ここに書いてあるんですね。M が 2K プラス14のときには、そのクネーザグラフコアである。ということを証明していきます。でですね、これはですね、いろんな教科書とか見ても、まあ、大体同じような形で証明してるんですけども、ややこしい。なんでこうしなくちゃいけないのかっていう、なんか、自然性もあんまりよくわかんないんですけども、まあ、まあ、これで証明できてるんで、まあ、それでやっていきます。で、どうするかっていうと、最大独立集合に着目しようと思います。まあ、ちなみに独立集合ちょっと忘れてるかもしれませんから、独立集合の、定義を、思い出しておくと、向こうグラフの独立集合とは、頂点部分集合S にしかない S で、S の2頂点間には変がないもの。ですね。だから、まあ、例として、こう、なんかグラフが、こうあったときに、これ独立集合です。で、最大独立集合って言ってるのは、要素数最大の独立集合です。いいでしょうか。で、ちょっと今これ大きく書きすぎたんで、ちょっとこれ小さくしますね。で、ですね。その最大独立集合に着目するってことをやっていきます。でですね、二つ古代を使います。で、何かというと、クレーザーグラフの最大独立集合って一体どんなものなのかってことを、必要十分条件を与えます。で、それがですね、古代 A です。で、もう一個古代 B ってのは何かっていうと、これはまあ、クレーザーグラフに限った話ではないんですけども、頂点解グラフ、特にまあ、クレーザーグラフ頂点解でした。だからまあ、これ頂点解グラフといったら、まあ、クネーザーグラフのことを思ってもらってもいいんですけども、この、今日の場合はですね。で、頂点解グラフの最大独立集合の逆像は、また最大独立集合ですってことが言えます。で、それが古代 B です。で、古代 A と B を使って証明、このクネーザーグラフのコアであるってことを証明していくことになります。でですね、この古代 A と古代 B をちゃんと証明しようとすると、これがですね、まあ、まず古代 A と古代 B が何なのかってちゃんと言ってませんから、言ってませんけども、古代 B の方はちょっと、どんな気持ちで証明するかってことは、説明します。一方でですね、古代 A の方は、これ初めちょっと証明しようかと思ったんですけども、これは授業時間に入んないなと思ったし、まあ、補足動画を作ってもよかったんだけども、補足動画にしてもなんかその補足がなんか2時間ぐらいになりそうで、ちょっといかんなと思って、で、それのために一コマ余分に使おうとも思ったんだけども、なんかあんまり実りがないと言っちゃいけないけども、まあ、それをやって、ることがあんまりこのグラフの順道形を理解することにあんまり役立たなそうだと思ったので、証明せずにこの古代 A っていうのを使うことにします。じゃあ古代 A は何なのか。で、これです。ですね。まあ、この N は 2K プラス1以上とします。で、この時に、このクレーザーグラフの最大独立集合ですね。っていうのは、どういうものかっていうと、まあ、そもそもですね、最大独立集合の要素数っていうのを第5回目の講義の時にやってました。で、最大独立集合の要素数っていうのは、N-1 中ず K-1 であるってことを5回目の講義でやってました。で、実際に、この要素数の独立集合です。この要素数の独立集合があるわけです。で、それはどのようにして作ったかっていうと、5回目の授業の時、どのようにして作ってたかっていうと、1をすべて、1を含む、頂点をすべて集めてくる。
で、今、この絵はですね、そういうふうにして、まあ、作ってるんですけど、何かというと、この一番目の頂点、これはですね、1、2っていう集合に対応します。で、この真ん中って、これ1、3ですね。で、これ1、4。で、これ1、5。という形で、その1を含む、頂点っていうのが、この場合4つあるんですけども、で、それらは全て1を含むので、共通要素を持つわけです。1という。だから、この赤い丸で囲っているこの4つの頂点っていうのは、これ独立集合になります。で、しかも、これが最大独立集合ですよってことを、5回目の時の授業で紹介しました。で、この、性質として、この古代 A として書かれているのは何なのかというと、このような形でしか、このクレンザーグラフの最大独立集合は作れません。他の形の最大独立集合はありませんよってことを言ってます。で、もう少しちゃんと読むと何なのかっていうと、この KGNK というクレンザーグラフの最大独立集合は、次の頂点部分集合 SI に限る。が、それしかありませんよっていうふうに言ってます。で、SI って何なのかというと、この i は1から n、何でも良いです。この1個、まあ、数を持ってきます。で、その時に、この SI ってのは何かっていうと、ちょっと待ってくださいね。ここは間違ってます。すみません。これは、振りが滑って、これも要素ですね。ちょっと間違いが今日多いですね。すみません。クレンザーグラフの頂点 X で、その X は i を含んでる。だからこの場合、この例の場合は、S1 っていうのが、1、2っていう集合と、1、3という集合と、1、4という集合と、1、5という集合の集合であると。そうですね。で、これは、このクレンザーグラフの最大の必修なんですけども、このような形で書けるものに限るって言ったわけです。内容はいいですか？何を言ってるかってわかりますか？いいですか？はい、ありがとうございます。で、だから今、これは S1 だったんですけども、じゃ、例えば別のですね、じゃ、おっとしまった。別の、じゃ、例えばじゃ、S3 っていうのを、作ろうと思ったら、これは、1、3、2、3、3、4、3、5っていう形になるわけです。ですか？だから、まあ、このグラフですね。この、n が5、k が2の場合っていうのは、ちょっとこれ、ここに書こうか。ちょっと場所がなくていいです。今これ、n が5で、k が2の時なんですけども、このグラフには、最大独立集合、異なる最大独立集合が、5つ存在すると。いうことになるわけです。この i の取り方が5通りあるからですね。で、それが全て違う、集合になるわけです。頂点集合になるわけです。で、一般の場合には n 個。まあ、この5のところが n になるので、最大独立集合が n 個存在することになります。はい。ということになるんですけども、この証明は行わないですね。だけど、まあ、こんな感じで証明しますよってことをちょっとだけ言ってきます。で、それ何なのかっていうと、ですね、この、ヒルとミルナーの定理っていうのがあって、まあ、これを証明すれば十分ですということになります。で、そのためにですね、一つ言葉を定義してるんですけども、何かっていうと、このクレーザーグラフの独立集合として異次元なものっていうのを、定義します。で、異次元なものは何かっていうと、先ほどのその SI という形をしているものを、まあ、自明と言いましょう。それはその I という要素を共通に含んでいるから、自明に、独立集合であるというような言い方をするとして、そうではないような独立集合のことを異次元というふうに言うことにしましょう。で、ヒルとミルナーの定理っていうのは、何なのかというと、これなんかちょっと書き方が良くないような気がするんですけども、異次元な独立集合の中で、
要素数が一番大きいものとした方がですね。S っていうのは、今、このクレーザーグラフの非自明な独立集合なんだけども、であり、その中で、要素数最大のものとします。ちょっと待ってね。これはなんか言い方が良くないかもしれない。わかったわかった。だから、これ、非自明の方のちょっと定義を直した方がいいですね。すみません。非自明は SI という形をしてない。どう言えばいいかな。ちょっとだから、ここは言い方をちょっと変えますね。すみません。SI という形をしてないって言ってなくて、SI という形の、独立集合の部分集合ではないこと。ちょっとなんか表現が痛いですけども、何が言いたいかっていうと、その一つの要素を、共通して持つことによって独立集合になっているわけではないってことです。記事見たら。わかりますか？すいません。なんか、説明が良くないですけども、だから、もう一回言うと、この記事名であるってことを定義しようとするときに、なんかこれ、自明であるってことの否定にしたかったんですけども、それをここでも書けなかったので、自明であることをもう一回定義すると、自明であるっていうのは、ある一つの要素を共通に含むことです。独立集合が自明であるっていうのは、ある一つの要素を共通して含むことだと思ってください。で、そうじゃないような独立集合を非自明と言います。で、これ言ってるのは、それだとここに書いてあるのが正しくて、すいません。その時に、非自明な独立集合を S とすると、S の要素数は必ずこのさ、右辺の量以下になるということが言えます。で、これがヒルト・ミルナーの定理と呼ばれているものです。で、今、下にこれ例が書いてあるんですけども、これ今、赤く丸で書いてるもの。これは、非自明な独立集合です。なんでかっていうと、一番上はこれはですね、1、2っていう集合に対応してて、真ん中これは1、3に対応してて、ここは2、3なんですね。で、理由の何かっていうと、このどの2つを見ても、その間には辺がないんです。共通要素ない。だけども、このすべての、この3つの、集合のすべてに含まれている要素っていうのは存在しないんです。いいですか？だから、この赤いのは独立集合なんだけども、自明ではないわけです。いいですか？で、そうすると、この例は何ってかっていうと、この非自明な独立集合として、三頂点のものを作りました。だけども、このグラフの最大独立集合の要素数は4だったんです。つまり、この非自明な独立集合っていうのは、最大独立集合になれません。というのを言ってるのが、このヒルト・ミルナの定理です。で、実際に、そのような非自明な独立集合の要素数が、この左辺、あ、右辺以下になるというふうに言ってるんですけども、この右辺っていうのは、実際、この、場合には、プラス1があるんだけども、このマイナスが実は大きくて、マイナスが大きいために、この n-1、k-1 未満になります。この、右辺は。だから全体として、この非自明な独立集合の要素数っていうのは、クリーンザーグラフの最大独立集合の要素数、それを今アルファと書いてるんですけども、それよりも、真に小さくなるってことになって、非自明な独立集合は最大独立集合になれないということが言えます。つまり、最大独立集合っていうのは自明なものに限って、その自明なものとして現れるのは、この SI という形をしているということになるわけです。ということで、この補題 A というのは先ほどのヒルト・ミルナーの定理を証明すれば、証明できるということになります。で、実際ヒルト・ミルナーの定理証明しようと思えばできるんですけども、ちょっと時間かかるので、ここでは行わないということになります。よろしいでしょうか？ちょっと説明が、うまくいかなかったんですけども、わかりますか？大丈夫ですか？ちょっと、この部分はちょっと書き換えます。すいません。すいません。で、これが補題 A です。で、補題 B の方を言います。
で、この IEB、これはその頂点階グラフの言葉で書いているので、まあ一応その頂点階グラフの言葉でまず説明します。向こうグラフ GH があって、H は頂点階だとします。で、G から H へ順造形作用が存在していて、まあその順造形作用を今 G とします。まあ、それ何でもいいです。一つ持ってきます。で、IG と IH は等しいとします。で、これは何だったかというと、これ独立比ですね。で、独立比の定義は、まあ忘れてるかもしれないんですけども、ここではそんなに重要ではないので、思い出さなくてもいいです。字が汚かったので書き直して、これ独立比ですね。で、もう一個、その i というのを、この h の最大独立集合とします。で、今、状況としては、この下のような感じですね。これ今、h の方、これは、クネーザーグラフで、クネーザーグラフは頂点階でした。それはまた5回目の授業でやったことで、これ頂点階です。頂点階です。で、今、この黄色の頂点あるんですけども、これは今、このグラフの最大独立集合です。今、これを、今、i だと思います。i ですね。h の最大独立集合。で、今、ここにその g っていう、順道形作用があるんですけども、何を考えるかっていうと、この i の逆像です。g インバース i。何かというと、この i という、集合を作る元々の、頂点は何でしょうっていうと、この黒い、これはだから、黒いところに、移される頂点はないと。していて、赤い頂点は赤の頂点に移されると。こんな形で、この順道形を、描いていると思ってください。で、そうすると、ここに、黒、青、緑、黒とあるので、で、今言った通り、黒に移される頂点はないので、青に移される頂点は、もともとどこにあったかなと見ると、ここにある。緑の頂点に移される頂点はどこにあるかなって、ここにある。で、そうすると、この黄色い部分ですね、この左の部分の、この黄色い部分が、この、例で言うと、G インバース I になるということになります。この4つの条件ですね。で、実は、この、左のグラフにおいて、G インバース I っていうのは、最大独立集合になっている。っていうのが、この性質、トライ B の結論です。ですか。もともとが頂点階で、この場合この2つの、グラフの独立比もこれ、等しいです。等しいです。まあ、独立が何であるかっていうことは重要ではないんだけども、この場合は等しいと思ってください。信じてください。で、この i という独立集合を持ってきたら、その現像、逆像ですね、が元のグラフの最大独立集合になるということになります。で、この後で、この古代 P を使っていくんですけども、古代 P を使うときには、この G と H はどちらも、クネーザグラフになります。同じグラフになります。GKGMK。なので、そう思うと、まあ、この IG イコール IH っていうのは、この I が何を表そうが、G と H 等しいので、この過程は成り立ちます。成り立ちます。C、H が頂点階だってことも、これクネーザグラフから成り立ちます。という形になります。で、まあ、いろんな順道形作像を、まあ、考えることになるんですけども、どんな順道形作像を持ってきても、元々のグラフじゃなくて、移った先の最大独立集合の元の部分っていうのが最大独立集合ですよ、ということを言ってるのはこの古代 B です。で、言ってることはまずいいですか？何を主張しているかわかりますか？いいですか？で、いいですかね。これ証明するのをちょっと省くんですけども、証明、これさっき言ったら証明全然なってませんけど、これまあこれアイデアで、何かっていうと、第2回目の授業、あるいは3回目の授業の時に、非順道形答えの証明っていうのをやりました。で、これを思い出すと、これは直ちに取れます。で、思い出すことは多分できないので、ちょっとどんな感じで証明したかってことを思い出すためにちょっと見てみます。で、そのために第2回の資料をもう一回見てみるんですけども、これですね。非順道形作用これでした。答えこれでしたと。なんだかっていうと、G から H に順道形作用が存在して、H が頂点階だったら、これですね。その独立比の間に、代償関係がありますよっていう、これを言ってました。で、先ほどの古代 B の、ところでは、この G から H に、
純土下座像があって、英知は朝廷に仮だっていう条件はもともとあったわけです。で、それに加えて、その場合には、この不等式が成り立つんだってことが、非純土下座像からわかるんだけども、さらに、この不等式がイコールになっていると何が起きるんでしょうかっていうのを言っていたのが先ほどの、古代 B です。じゃあ実際にこの不等式をどのように証明したのかっていうこの流れをもう一度見てみると、まあ、こんな感じでやっていたと。で、まあ、このようなことがあって、こちらも前回細かく見ていかないんですけども、で、ここら辺にはですね、まあ、このイコールとかっていうところが出てきます。で、これもなんかイコールが出てきます。で、ここでなんか不等号が出てきます。で、ここには等号が出てきていて、で、それで、この不等号を使うことによって最終的に不等号が得られて、IG と IH の大小関係が得られるという形の証明なんですね。だから、その今 IG と IH が等しいっていう仮定を、取ると、あ、取るで、IG イコール IH とすると、ここイコールになるわけです。で、このイコールは何を及ぼすかっていうと、この上の部分の、ここの不等式もイコールでないといけないってことになります。イコールじゃないといけないってことになります。で、この不等式はじゃあ何だったかっていうと、ここにもこの G インバース I っていうのがあるんですけども、この G っていうのは今これ純動下座像です。これは古代 B の、仮定にあった G だと思ってください。で、この G インバース I とこのアルファ G っていうのを比べていきます。アルファ G って何だったかっていうと、これ G の最大独立集合の要素数です。要素数です。で、今ですね、言った通り、この不等号が等号で成り立ってないといけないんですね。で、この和の部分は全部、これ和なんですけども、この部分、これ、要素数、ある種要素数なんですけども、これは、今、上のところに書いてある通り、G インバース I っていうのは、G の独立集合であるってことは、この第2回目のところの時の証明、あるいは、第3回の初めのところでやった証明で分かってます。分かってます。なので、問題は何かっていうと、この G インバース I っていうのは独立集合なんだけども、それが最大独立集合であるかの、かどうかってことは、この非純動系古代の証明の時には言えなかったわけです。で、まあ、そうでない場合も実際あったわけです。だけども、今、この IG と IH が等しいということを仮定すると、この不等式は、等号で成り立たないといけないので、そのことから何が言えるかっていうと、この G インバース I の要素数が必ず αG と等しいことが成り立ってないといけないってことになります。ちなみに、この I っていうのは、H の最大独立集合です。あ、この、非純動系古代の証明においても。ってことになるので、この式から何が言えるかっていうと、G インバース I は、G の最大独立集合だとは言えることになります。で、これが、距離も直さず、古代 B の結論だったんです。もう一回言うと、何を言ったかっていうと、IG と IH が等しいとすると、この証明におけるここの部分が等式で成り立たないといけないので、この部分も等式になります。で、そうすると、この和の中の、一つ一つも等式で成り立たなくちゃいけなくなって、これが得られると。で、このことから、I インバース I は、あ、G インバース I は G の最低独立集合であるという結論が得られるということになります。という形で、古代 B は証明できますということの流れを今説明しました。で、まあ、これはもちろん、覚えてないというか、忘れていて構わない、非純動系古代の証明はどうだったかということを忘れていて構わないんだけども、もう一度これを読み直してもらうと、そこから古代 B の証明が得られるっていう、まあ、流れだけは、ここで、理解してください。よろしいでしょうか。いいですかね。はい、ありがとうございます。で、じゃあ、そう思って、もう一度、この古代 B を眺めてみることになりますね。で、今言った通り、この古代 B は今からどのように使っていくのかというと、G と H を、クネーザーグラフだと思って使っていきます。で、そうすると、まあ、独立式何だったかってことは覚えてなくてもよくって、この IG と IH が等しいっていう、仮定は必ず満たされます。という形で使っていくということになります。で、それを使って実際に、じゃあ、クネーザーグラフが、コアであるということを証明していきましょうということを残り15分ぐらいやっていこうと思います。はい。
で、そのためにはですね、これを証明します。証明したようなところなんですね。コアであるということを証明しないんだけど、そのためにはこれを証明します。何かというと、これさ、初めにちょっと言ったことで、この自己順動系作動ですね。このクレーザーグラフからクレーザーグラフへの自己順動系作動があったら、これが実は自己造形作動でなくてはならないということを証明します。で、これが証明できると、これは確かにコアであるということが言えます。なぜか。今、ここに書いてあるんですけども、そもそも、この、クレーザーグラフのコアっていうのを今、この黒丸で表しているんですけども、これはその引き込みによって順序計算作動が存在しているわけですね。だから、そうすると、何が言えるかっていうと、今、この、クレーザーグラフのコアが、クレーザーグラフそのものじゃないと、しますね。そうすると何が言えるかっていうと、今、この F っていう自己順動系作動があったとします。そうすると、この自己順動系作動と、この順動系作動を組み合わせることによって、ちょっとその説明の仕方はちょっとやめます。すいません。こうすると、今は、コアっていうのは、そもそも、部分グラフであって、なおかつ、今、等しくないって言ってるんだから、ここの、等しいっていう、統合の部分も外れるような形で、この KGNK のコアっていうのは得られることになるわけです。で、なおかつ、これは、この KGNK の、コアっていうのは、KGNK の、誘導部分グラフになってるっていうのは、先ほど説明、性質として証明したわけです。つまり何かっていうと、今この順当系作動があるんですけども、これは全体差になってないわけです。だから何かっていうと、これはその、この順当系作動っていうのは、そもそも、KGNK っていうグラフを、その部分グラフに移しているので、この KGNK の順当系作動とも見なせるわけです。で、それが、だからそれはその自己順当系作動なんだけども、自己統計作動ではないものになってしまうことになります。で、そうすると、それはこの主張と反するわけです。この主張によると、自己順当系作動は必ず自己統計作動にならないといけないと言ってるんだけども、ここの順当系作動がそれを満たしてない。自己統計作動にならないので、この仮定が間違ってる。つまり、KGNK はコアでなくてはならないという結論が得られるということになります。ということなので、あとやればいいのはこの主張を証明するということになります。この流れはいいですか？はい。ちょっと難しいかな、いいかな。だから今からやるのは、この、クレイザーグラフの自己順動計算作動を1個持ってきて、それが実際自己統計作動になりますよってことを言います。で、そのためには、この F が全般者であるってことを言えば良いです。ちょっとすいません。はい。で、それを今からやっていきます。で、そのためにやるのは、まずこの自己順当系作動 F を考えます。で、やることは、この F っていうのは全単者であるということを証明します。それが目標です。じゃあ目標を書きますね。目標は、F が全単者であるということを言います。これを証明します。これが目標になります。で、先ほど言った通り、この課題 A と B を使うというふうに言っていたので、その最大独立集合に着目するわけですね。で、まず、だから今これはこの例ですね。すみません。このクレーザーグラフ間の、自己順動系作動が存在するというふうに思っています。で、そうするとですね、課題 A から、この、右側の、クレーザーグラフの最大独立集合っていうのは、SI という形で書けてるわけです。この例の場合は、これ S5 ってやつですね。S5 として書けるわけです。で、その逆像ですね。F インバース SI っていうのは、課題 B から、この元々のクレーザーグラフの最大独立集合でなくてはならないということになるわけです。
で、そうすると、それも SI っていうのが出かけてることになるわけです。で、こっちの場合、これは、S1 かな？ S1 ですね。S1 に出かけるということが、この古代 A と古代 B からわかります。ですか？で、それがこの初めの項目ですね。で、この KGNK の社内の独立集合の、を全て持ってきたものを、この、花文字 I で書くとすると、古代 A から、この、最大独立集合っていうのは、この SI という形で書けていたので、その独立集合、最大独立集合の予想数っていうのは N になります。いいですか？で、この F インバースのこの対応を使って、この Phi という写像を作ります。で、何かというと、SI のインバース、F インバース SI が SJ であるときに、PhiJ を I と定義するという形のシャドウを作ります。これはややこしいですね。今、下の例だと、S5 の逆像が S1 だったってことなので、これは、この上の書き方で言うと、F インバース S5 が S1 であるということになるわけです。で、この時には、Phi 1かな？ Phi 1ですね。Phi 1を5とする。だから、これはその1を5に移しているというふうに思うわけです。この φ の定義はいいですか？ややこしいですか？いいですか？これややこしいのは何なのかっていうと、この F インバースで φ を定義しているっていう、このやり方がややこしくて。だから、これ定義します。こういうふうに定義します。で、実はこの φ というのは、全端者になります。で、これは、ルーチンというか、冷静になって、考えるとわかるんですね。で、冷静になって考えたのは次のページで、このファイは全端者である。だから、そのためには、証明するためには、このファイが全者である、かつ単者であるということを証明すればいいんですけども、これは割と簡単にわかります。先ほどの定義を使えば簡単にわかるので、これ書いてあるんですけども、ちょっと、あんまりちゃんとやってると、ここは、ルーチン的なことなので、ちゃんとやらないんですけども、証明できます。このファイは全端者です。だから今、ファイっていうのは何なのかっていうと、今言ったみたいに1から n っていう自然数を1から n っていうふうに移すものなんだけど、これは今全端者だから、これ置換なんですね、ファイっていうのは。っていう形で、定義できたということになります。で、この φ を使って、うまく、F が全端者である、F も全端者であるということを証明していきます。F はもともと順動系作動、自己順動系作動ですね。で、この時に、これが言えます。FX、だからその、F によって X を移した先っていうのは、この、今、φ っていうのは全端者なので、φ インバースっていう逆作動が存在します。で、その逆写像を使って X を写したものと等しいということが言えます。で、それが何でなのかってことを今からここで説明します。説明します。で、これが言えると、ファイインバースは全端者だったので、F が全端者だってことが言えます。ですね。だからこれを言えれば十分ということになります。我々の証明にとっては十分。目標を証明することにとっては十分。言えます。で、この今、X は何でもいいんですけども、この、クネーザグラフの頂点だったら何でもいいんだけども、ちょっと考えにくいので、X が、1、2、点、点、点、K の場合はちょっとやってみます。これ一般性を失わずにそう言ってます。それをやってみます。で、そうすると、この X だけからなる集合っていうのは、この S1 から SK の共通部分になります。これ何言ってるかわかんないかもしれないので、この下の例でやってみると、今ですね、これ一番上のこの頂点、これ1、2っていう頂点です。だから、この X からなる集合っていうのは、1、2だけからなる集合です。集合の集合になります。で、これは、S1 と S2 の共通部分でしょって。で、S1 は何だったかっていうと、1を含む頂点を全部持ってきたものです。だから、この場合、1、2と、1、3と、1、4と、1、5ですね。これが S1 でした。で、S2 は2だけを、あ、2を含む、ものを全部、頂点を全部持ってくるところだったので、1、2、2、3、2、4、2、5です。ですか？
だから、この二つの集合の集合の共通部分は、この一二が共通要素になっているから、やっぱり一二だから集合になるわけですね。で、これは一般的に言えます。ここまでいいですか？で、この関係を使って、この、証明したい目標を言ってきます。言ってきますね。証明してきます。したがって、今、F インバースで、X がどこに移るか。先ほどの例の場合、この1、2っていう頂点がどこに移るのかっていうことを考えます。で、そうすると、今、この X からなる集合っていうのは S1 から SK の共通分と等しいので、こういうふうに置き換えられます。で、そうするとですね、これは今、この集合の略像なんですけども、略像については、一般的に、この例に、よらずに、一般的に、F インバース A と B の共通部分っていうのがあったら、これは F インバース A と F インバース B の共通部分って分けられます。という性質が逆像にはあります。これはもしかしたら皆さんも離散数学とかでやってるかもしれないけども、まあ、その離散数学の知識を使えば、証明できるものです。で、それを使います。で、それを使ってこう導きます。で、そうすると、S1 の逆像、S2 の逆像、点点点、SK の逆像の、共通部分になるということが言えます。で、そうするとですね、ここで、ファイの定義が出てくるんですけども、ファイはどうやって定義していたかっていうと、もう一度下に書くとですね、SI の逆像が、SJ であるってことが、ファイ J を I と定義することの、定義でした。ので、そうすると、今、SI インバースっていうのは、それが SJ だとすると、この J のところが、これ間違っていくんです。のところにファイを入れると、これになるはずなんですけども、ちょっとこれは書き方が間違っている気がするんだけども。これさっきの、ちょっと待ってね。これと今、同じ式を書いてるはずなので、同じ式を書いてる。ここは多分間違ってますね。ここは多分間違っていて、ここ多分インバースありますね。ちょっとここは冷静になってます。ちょっと時間超過したかもしれません。ちょっとすいません。ここで間違っていけないので、ちょっと、冷静になってやりますと、今、ちょっと何を迷っているのかってわかんないかもしれませんが、ちゃんとやりますね。今、下のような形で、π を定義したので、何が言いたいかっていうと、今この F インバース S1 っていうのを、SJ っていう形で書こうとしてるんですけども、で、この J は何なのかっていうことを知りたいんですけども、この J っていうのは何なのかというと、この下の式によると、J っていうのは、J っていうのは、ファイインバース1として与えられることになりますね。なので、ここはやっぱり間違っていて、ここは、ファイインバース。で、ここもじゃファイインバース。こんな形になります。すいません。間違ってて、すいません。そうすると、上の式も間違ってる気がするな。ちょっと待ってくださいね。で、順番にやっていくと。で、そうすると、下のところは何になるのかっていうと、今ですね、上のところで、これですね。X っていうのを作るときには、S1 から SK の、共通部分を取ればいいですよっていうふうに言ってたんだけども、あれですね。今、この S なんとかと S なんとかと S なんとかの、共通部分を取ってきてるので、これでもまた同じような形で X と同じようなものが作れるわけです。で、上の場合は、X が1、2、K だったので、この1、2、K っていうのをこれ取ってきたんだけども、ここは S の中身が違うものなので、中身として出てくるものは、この S の中身を全部集めてきた集合ができるわけです。で、それはですね、こういうと、ファイインバースの1からファイインバースの K までを集めてきた集合の集合になるということになります。ですか？で、これはファイインバースによって、X を移した逆像になるということになります。
よろしいでしょうか。ここまで。ちょっと間違っているところがあったのでいきますね。ってことは、はじめも間違ってました、多分に、ね。ってことで、何かっていうと、で、ファイは、ファイインバースは、なんだっけ。ファイインバースは、全端子だった。ファイは全端子だったので、ファイインバースも全端子になってるわけです。で、そのファイインバースの逆像と、ファイの逆像と F の逆像が一致するっていうふうに言ってるんだから、F による像とファイによる像も一致するわけです。だから、ここはその、インバースなので、これファイそのものです。すいません。だから、この上も間違ってる。これファイそのものです。すいません。ってことになって、で、ここに戻したです。ファイは全端子なので、F も全端子になることがわかると。ファイが全端子なので、その F とファイは同じものを表してますから、F も全端子になって、これによって F が自己同源作用であるという形で証明が終わるということになります。すいません、ちょっと間違いが多くて今日はいけないですけども、これでいかがでしょうか。だいたい流れはわかりますか。いいですか。すいません。ここら辺が間違っていたために、ここで間違ってしまって、結論が間違っていたから、スタートも間違っていた。すいません。でも、結論である F が自己同源作用であるということは、これ正しく証明できています。すいません。はい。ちょっとここら辺は後でスライド直しておきます。すいません。よろしくお願いします。で、これによって、マクレーザーグラフは N が 2K プラス1以上の時にはコアであるということが分かったということになりました。はい。で、これで、今日の、目標としていたことは全部一応できたことになります。で、一応まとめをします。今日はその完全グラフや騎兵部やクネーザーグラフがコアとして現れると、コアであるということを、ご紹介しました。で、次回、来週は休校なんですけども、次回と次回は、この順動系作動が作る順序構造っていうのを、第3回目の授業の時にちょっとご紹介したんですけども、これを今まで、やってきた、内容を使ってこの構造を調べるってことをやっていきます。で、その時には今日扱ったコアも使いますし、前にやっていたグラフの和とか積とか、グラフの、累乗とかですね、いろんなものを使っていくことになりますので、それでこの、順動系が作る面白い構造っていうのが何なのかってことをご紹介しようと思います。で、それを2回やるという形になって、年内の授業は終わるという形で進めていきます。はい。では、今日の授業はこれで終わりになります。最後にコメントを出して終わっていってください。では、お疲れ様でした。ありがとうございました。